今英語聞いてます。海外の、記事が読めるようになりたくて、多分喋るのはまだ先だと思うんですけど、なんかいろいろこうビジネス関係とか記事読み漁るの好きなんですけど、たくさん読みすぎるとだいたい英文にたどり着いちゃうんで、その時の無力感がちょっと嫌で。急いでるつもりないんですけど、なんとなく移動は速くなっちゃうんですよね。もうちょっとゆっくり歩いた方がいいですよね。たまった返信とか、あと今オンラインサロン細々と始めてるんで、ちょっと投稿の添削の返信してます。お待たせいたしました。東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。もうね、コンビニしかないんですよ。本当は隣駅の柏駅が良かったんですよ。ずっとそこで働いてたんで。けど物件がなかったんで、ちょっとこういろいろこう調べる範囲っていうんですか、広げて隣駅まで行こうかなと思って。で、日付決めてたんですよ、オープンの日の。なんで遅らせることできなくて、それの日には間に合うように探してここが出てきたんで、最初ちょっと不安でしたけどね、何もないんで本当に。なんか1個ずらしたぐらいでダメだったらもうダメだなと思ったんで、わざわざ来てもらえるようなサロンにしようって決意したのがきっかけですね。でもよくここでやってるねって大体言われますね。これ今シャンプー作ってるんですよ。3回目ですかね、テスター。今日使おう。そうですね、最終ぐらいで着地できたらなと思ってますけど、あと1回か2回は必要そうですかね。昔からそうなんですけど、最初に来るってなんか好きで、お店なんか誰もいないこの時間が、全然何も来れば何でもないです。いつも5分やってるんですけど、3分だけいいですか？はい。だいたい洞窟の音ですね。何にも覚えてない、本当に無ですね。独立前とかがいろいろ大変で、自分の中でなんか雑念を取り払わないとなんか目標達成できないなっていうのがあって、結構なんかこうそういうのを頑張ってた時があったんですけど、なんかそれが今なんかマインドフルネスとか言うじゃないですか、それだったんだなっていうので、
あなたちゃんと瞑想みたいにした方がいいんだっていうところから、なんか普段結構いろいろと気になりすぎちゃうんですよね。なんかこういうのあってもなんか字とかに超反応しちゃったりとか、なんか外の看板見ててもいろいろなんかこう気になりすぎちゃうんで、なんか頭がちょっと多分知らない間に疲れちゃってるみたいなことがあって、やりたいこととかも結構あるので、なんかそういうのの一旦リズムを整えるみたいな、そんなのがありますかね。やらなくなっちゃった時があったんですよ。その時に感じました。なんかすごく、目まぐるしくいろいろ、そんな言うほどじゃないんですけど時期が重なっちゃったりとか、特になんかオープン控えてる時とかにいろいろなんか重なっちゃったんですよね。なんかそのお仕事の依頼だったりとか、いろいろやんなきゃいけないみたいな。だその時になんか、うまく回ってないなっていうのがあって、そういえば最近やってないなと思って、やってからちょっとやっぱリズムが結構上がったんで、なんか忙しい時って結構余計なこと考えすぎちゃって集中しきれなくなっちゃうことが結構あるんですよね。頭で考えてても今それ思っててもしょうがないじゃんみたいなこととかをなんか常に考えちゃうみたいな。自分がもうインスタの撮影して動画編集してで本読んで朝ごはん食べて、そしたらスタッフが出勤してくるんですよ。なんかすごい優越感なんかあれなんか得してるなみたいな。だってもう一仕事終えてるんで、で夜はサクッと作業して帰るみたいなのをこう何年も毎日やってたら、なんかルーティンワーク化したんですけど、それでも朝は寝てます。朝早く起きるの本当に苦手。これ大丈夫なんですか？これやることリストですね。自分だけのグループ1 なんか焼肉とか入っちゃってますけどなんかやるとタスク置いてたりとか、あとなんかこう気になった記事とかをここにひたすら貼り付けて、あとでなんか共有したりとか、自分で見返すようにしてます。まあ、なんでもみたいな感じで。 A4 の紙にはいつもさっきも瞑想したんですけど、結構頭の中がなんか空っぽな時が本当にないんで、なんかこうバーって書いた方が一番整理されるんで、いつも書きます。なんか昨日、何に重要あるか分かんないんですけど、美容師が入ってるオンラインサロン一覧表みたいな作り始めダメですよね。ダメっていうか、でも多分そういう生き方がいいんだなって最近思ってるんで、シングルじゃダメなんですよきっと。なんでダメかわかんないんですけど、ないですかね。ないと思います。なんとなく過ごすように意識はする日はありますけど、なんか疲れ取りたくて、そういう時はサウナ行ったりとか、なんとなくてないな、でもパフォーマンス上げなくて行っちゃうんでダメなんですよね。なんか寝る時ぐらいですかね。最初の段でもこうなんかインスタからご来店いただいた段階でなんかほとんど決まっちゃってる部分もあるんですけど、なんかちゃんと未来提示してあげてる、してあげるしてるってことですかね。一発目で来てすぐ年間のイメージを伝えるんですよ。この感じだったらこのスパンでこれぐらい来てもらったらこれぐらいになるんで、そしたら次はこうしてこうした方がいいかなとは思いますみたいな感じで
言っちゃうのと、あとは、まあ、できるっていうのがあるんで、来た時に大丈夫です、絶対綺麗できますっていうような感じで、まあ、こうお伝えしちゃう。で、矯正も一発目でかけられないなって思った時は、最初ちょっとこう一回髪質改善挟んだりするんですけど、その時もこう矯正したらすごいなんかこう明るい未来が待ってますよみたいな感じの話をして、自分で自分の矯正のハードルめちゃくちゃ上げちゃってるんですよって言いながら笑ってるんですけど、で当日になるじゃないですか。そうするとお客さんの方がなんか私の方が緊張しちゃってますみたいな、その楽しみにしすぎちゃっててしてますってこう言ってくれる感じで、なんかそれもいいプレッシャーだなと思って、で終わっそれ乗り越えて終わってめちゃくちゃ喜んでもらった時になんか倍嬉しいじゃないですか。なんかそれを繰り返してるっていうだけなので、なんか そこかなと思うんですけど、なんか次回提案のもうちょっとなんか先の提案してるっていう感じですか。こうなんか光の入り具合結構効いてるっすよね。これ最初にご来店いただいた時の髪の毛の状態なんですけど、写真で見るより結構この辺が結構荒れちゃってて、矯正でもなんか毎回の矯正で傷んじゃってて、で結局毎回自分でアイロンするしかないみたいな感じだったんですよね。初回で一発目でこれ矯正して、でこれが夏ですかね、夏この時もだいぶ綺麗になったんですけど、まだちょっとでもこの毛先はかけてないので、毛先のところがやっぱりこう次来店した時にちょっとだけ少しこうちょっと流れちゃってるとかパサッとしてる感じ、この辺だけかけたんですよね前回の時は。でもう最近はこんな感じですかね。うん、すごい綺麗になりました。はい、よろしくお願いします。風邪つけますか。あ、お願いします。なんか暑いですよね。長さって切ります？長く帰った美容院あったから、なんか帰れるの悪いなとか最初から言ってたけど全然なんかもう、そうちょっと忘れちゃってる人に髪の毛を褒められることとかが増えてきて、なんかそんなの前だったらなかった話だったから、なんか自分でもびっくりしてます。本当になんか本当に朝楽だし、なんか自分がそうちょっと癖があったのとか忘れちゃう感じがあります。忘れちゃいますよね、うん、なんかこれがデフォルトみたいな。そう本当に今はボミさん以外考えられない。そうですね、ネガティブって言われたことは一回もないですね。昔は結構ネガティブっていうか、そんなポジティブじゃなかったんですけど、なんかアシスタントの時にポジティブにしようゲームみたいのを自分でふざけてやったことがあったんですよ。なんか先輩に起きた不幸をポジティブに変換するみたいな。だから最初は怒られると思ったんですけど、半分ふざけてたんで、なんか結構褒められたんですよね。お前すげえポジティブだなみたいなで、そこから全部ポジティブに変換するっていう、はいはいはい、はい、技術は僕技術もすごく勉強するのが好きなんで、なんかどこまででも行っちゃうんですよ。
だからなんかその気になる技術があるとなんかすごいその技術のことだけ考えちゃったりするんで、なんかそういう習性をちょっと最近はこう抑えながらやってるんですけど、やっぱり縮毛矯正ですかね。縮毛矯正と髪質改善、去年の春ぐらいにオンラインサロンに入って、それまで感覚でやってたんですけど、やっぱりそれはあのちゃんと言語化できるようなレベルの方たちから学ぶことで、自分もやっぱり言語化してあのスタッフに教えるっていうことをしっかりしなきゃなっていうふうに学び始めたのが、すごい飛躍的に変わったかなっていう実感があるのと、お客様からもやっぱりそういうご感想いただけてるので、そこが一番変わりました。